んち今,今日は自分のレベルに合った勉強をするための i プラス1の見つけ方についてお話します前回の動画あのたくさんコメントいただきましてありがとうございます皆さんの,その意識もよく分かったしこういうことに悩んでるなっていうのもさらにこう分かったので、えー、大変勉強になりましたありがとうございましたではまずは前回の内容か、えー、さらっと復習しましょう、えー、向上心が高い人ほど英語の勉強は続かないというお話をしましたでその理由は、 皆さんにはそもそも自己を向上させたいという欲求が備わっていて英語学習も自分のレベルよりも一つ難しいレベルの勉強をするのが自然なんですけど自分の今のレベルよりも一つ難しいレベルの勉強を選ぶためのレベルの指標がないからつまりその道しるべがないから皆さんはとりあえず基礎からやった方がいいとりあえずも基礎をきちんと固めた方がいいだろうと思って簡単,簡単な内容から英語の勉強をすることが多いんですよねでも時間が経つと向上心が高いがゆえに 簡単なことをしていることに対してなんでこんなことをしてるんだろうと思っちゃってモチベーションが下がってしまって英語の勉強をやめてしまう方が多いというお話でしたそしてこのプロセスを何度も繰り返してしまって、まあ、英語の勉強が続かないいつも途中で途中で挫折してしまうというサイクルを生んでしまっているということをお話ししましたそしてまあ結論として英語学習を続けていきレベルを確実に上げるためには自分のレベルにプラスワンした難易度で 学ばないといけないといいいとけうのが大前提でした,、ね、ただ現在今自分のレベルをどう把握すればいいのかどういうふうにプラスワンを考えるのかその指標がないというか判断する術がないという現状があるというお話をしましたで今日は自分のレベルも自分のレベルプラスワンをそもそもどうやって考えればいいのかお話ししますでこれあくまでも僕は20年間英語を教えてきて17年間絵画作りやってきて でその間おそらく78から8万時間ぐらいか10万時間ぐらいかな分かんないけど教えてきた経験に基づいてこういうことかなという結論に至っているのであくまでも個人的な結論とといいうことでご理解くださいでまず前回お話ししたとおり、まあ、教育ティープ英検などは学生とかテストとして受けるのはもちろんいいんですけども大人が英会話を学ぶ上ではこうレベルの指標にはちょっとなりづらいんですよね。 でレベルの指標、まあ、そもそもレベル把握の指標なんですけども今学校英語などで使われているセファールというヨーロッパ言語共通枠というあ共通参照枠というレベルの指標がありますまた日本の学校向けにそのセファールをベースにした c a n d ゥリ l i s t といって英語で何かできるかこうリストみたいなものです、ね、を細かく設定している場合もありますでセファールと c a n d ゥリ l i s t に関しては説明欄にリンクを貼っておくので興味があればご覧ください でどちらもですねすごくまあしっかりと考えられて作られているんですけども、えー、大人が英,英会話を勉強するにあたってこうコミュニケーションとして英語を学ぶという上ではあのちょっとまあ適していないんですねでもちろんベースとしてはいいんですけども、まあ、そのまま使えないでそこからさらにこう突き詰めて考えていかないと現実的なカリキュラムだとかシラバステキスト学習プログラムを作ることはできないです で参考までにあのセファールって下から A1A2B1B2C1C2 というレベル分けなんですねで例えば A2 だったらどういうことが書いてあるか A2 レベルだとこんな感じですごく基本的な個人的情報や学,学校情報買い物近所仕事など直接的関係がある領域に関するよく使われる文や表現が理解できるですねリスニングですね で次が、えー、スピーキングですけれども簡単で日常的な範囲なら身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができるっていうスピーキングレベルですねそして次もスピーキングですね、えー、自分の背景や身,身の回りの状況や、えー、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できるということです何度も読んでいるとこう漠然と理解できるんですよね でそこまでではいいんですよ。じゃあ例えば最後のこの部分自分の背景や身の回りの状況や直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できるに関してのテキストとかレッスンとかがあるのかというと、まあ、ないんですよね。しかもよくよく考えてみると具体的な内容がそんなに浮かばないと思いませんか 例えばまあ自分の背景や身の回りの状況や直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。自分はどこで生まれだとかそういうことですかねあとは身の回りの状況って改めてこう言われてもちょっと思いつかないですよね。では一つレベル上がって B1 どうなるか見てみましょうこんな感じですね。仕事学校娯楽で 普段出会うような身近な話題について標準的な話し方であれば主要点を理解できるですね、えー、とリスニングですね日常会話のリスニング、はい、で次がその言葉が話されている地域を旅行している時に起こりそうな大抵の事態に対処することができるトラベルイングリッシュのことですね、はい、そして、えー、身近で個人的にも関心のある話題について単純な方法で結びつけられた 脈絡のあるるるを作ることができる日常会話のスピーキングってことですよね。でもう一つ経験、出来事、夢、希望、野心を説明し意見や計画の理由説明を短くすることができる日常会話の延長みたいなもんですよね。で、まあ、少し最後の方最後のやつは結構具体的になっているんですよ。で こ,こで、あのー、まあこれでもいいんだけどここで教える側も学ぶ側もちょっと困っちゃう点が実は2つあります。1つ目は具体的なななレッスンに落ととし込めないことなんですよね A2 です B1 になるための勉強しますとなった場合にじゃあこれ勉強しましょうって具体的に落とし込めないじゃないですか。そうなるとじゃあとりあえず A 文法をやって英て A 単語を覚えて。 英語表現をたくさん覚えて経験でいると夢希望について話すようになろうって発想になるんですよねそして2つ目の問題は A2 と B1 のレベルアップ感がちょっと分かりづらいんですよ A2 から B1 にレベルアップするにあたりその連続性みたいなのものがちょっと分かりづらいんですねそこでセファールセファール j っていうのがあってであとまあいろいろなキャンドゥリ,リストなどを参考にして僕の20年間の経験を踏まえて 試行錯誤した結果僕がセミナーの生徒さん向けに作ったレベル分けの考え方がありますスピーキングのレベルシートと呼んでるんですけどもこのシートで自分の今の英会話力のスピーキング力ですね分かって自分のプラスワンが何なのか分かりますでまあ人間にそも,そもそも備わっているワンランク上の自分になるという性質をしっかりと肯定しながら英語の勉強ができるんでモチベーション維持しながら勉強を続けることができます でスピーキングレベルシートをお見せする前にスピーキングのレベルの考え,たい考え方についてお話しします。英語力は高い低いってそもそもどうやって考えてますか大体、まあ、英語力っていうとこスピーキング力は高い低いということになると思うんですけども一般的に例えば加藤さんという人がいてペラペラだとしますよね。でこちらには山田さんがいて加藤さんほどペラペラじゃないとしたら何が違うんだろうと思いますか なんとなく漠然とペラペラかペラペラじゃないかという程度の感覚ですよね。でもそれじゃ指標として使えません。でよく考えてみるとペラペラな人とそうでない人の違いは何かというとずばり僕らはある特定の人がたくさん話しているとペラペラだと感じるんですね。あの人すごい喋ってるっていうのがペラペラな人を見た時の感想なんです。 で考えてみると当たり前なんですよ。当たり前なんだけど今まで会話量、説明量を増やすという観点で英語,勉強英語の勉強をしたことありますかないですよね。だから当たり前なんだけどやってなかったってことなんですよ。で、先生やネイティブの質問に対してできるだけ説明を多くして答えようって思ったことあります正直ないですよね。質問されたらなるべく一言で答えて終わりじゃないですか。 Do you like watching movies?Yes. 以上。What did you do last weekend? I watched the movie. 以上。何の映画かも言わない。そんな風に会話量、説明量を意識して英語を勉強したり、英語に触れたことって多分ほとんどないんですよで。これはもう僕が何年も前から言ってるんですけども、結局は会話量、説明量を英語を教える時の軸。 英語を学ぶととの軸としないといけないいいけんですね。介護量説明量を軸にすると必然的に話すことを増やす勉強説明量を増やすための勉強になるじゃないですかで介護量説明量を軸にしないと結局英文法をやろうとか英単語を覚えようネイティブの英語表現をたくさん覚えようっていう発想になってしまって全く介護料説明料を増やす勉強をしません。そしてほとんどの方がさっきみたいなぶつぎるの会話になってしまうんですよ。 そして実は会話量、説明量というのはそもそもコミュニケーションの根幹部分なんですねまず日常会話というものがそもそも何なのかブレイクダウンして考えたことありますか、まあ、なかなかそんな機会ないんですよねだから僕は考えてみました日常会話とはどういうコミュニケーションなのかブレイクダウンして考えると一番大きい枠で見ると日常会話って Q&A の繰り返しなんですよ例えばこんな会話を見ていきましょう A さん あれちょっと何焼けたんじゃない肌えわかるハワイ行ってたんだよね家族で6泊8日でやっぱいいねハワイは本当にもう寒いの苦手でさハワイの気候本当と過ごしやすくていいよねいいねホノルルいやそれがさホノルルだともうホテル取れなくてハワイ島にしたんだよねって感じですね、まあ、この会話をですねさらに細かく見てみると この Q, は Q と A って何なのかっていうと Q はまずトピックですよねで A は説明なんですよその Q その質問するというのはその特定のトピックについて不明な部分があるからですよねで A はその不明なことに関しての答え説明なんですよでここで大事なのが答えるだけではなくて説明をきちんとすることです答えだけで説明がないと このやりとりはただの Q&A になりますで、Q&A でもいいんですよただペラペラ喋ってるという印象は与えませんじゃあ見てみましょうなんで肌焼けてるのあ、ハワイ行ったんだよね家族でうん、そうワイキキいや、ハワイ島。いいね全然違いますよねで ただ答えるだけだとこう一見話がスムーズに進んでいるように聞こえますけども人と人との心が通ったコミュニケーションにはならないし実際日常会話でもそうですけども特に仕事上の会話だと質問に答えるだけで説明しない人な何て言われるか分かりますかコミュニケーション能力の低い人って言われるんですよ。で中にはまあ英文法英単語英語表現をたくさん学んだ先に 最初の会話みたいなのができるようになるんじゃないですかって思う人もいると思うんですよねでは質問ですさっき出てきた「過ごしやすい」って英語あ過ごしやすい」っていう表現英語で何て言うか分かりますか分からないですよねでも分からないことが問題なんじゃないんですよ本当に問題なのは「過ごし,過ごしやすい」って何て言うんだろう英語で何て言うんだろうっていうところまで言ってないってことです つまり、もっと説明するという前提で、英語学習をしてこなかったから、そういう説明をそもそも思いつきもしなかったから、そもそも学ぼうとも思ってなかったんですね。でそれが根本的な問題なんですよ。その分かんないこと、分かんないのはいいんですよ。分かんないの全然いいんだけど、それを調べようって思うところまで実はいかなかった。なんでかというと、説明をしようとそもそも思ったことがないからなんですよ。 なので日常会話をコミュニケーションという観点から考えると会話量説明量を軸に英会話を学ぶスピーキング力をつけると考えた方がいいんですねで今までたくさん勉強してきたけどもう全然話せません説明できませんという方は多分会話量説明量を意識してこなかったからそこの部分が抜けてしまってますでもそれ以外の英文法力英単語力英語表現の知識は多分もう十分足りています あとは今まで習ったことをベースに会話量と説明量を意識して勉強していけばいいんですよ。でそれは次回の,あの動画で細かく説明しますので、興味がある方はチャンネル登録しておいてください。では、ここ,、えー、こ,こまで説明したので、やっとスピーキングレベルシートを、えー、お見せできます、えー。スピーキングレベルを会話量、説明量で考えた表です。表紙抜けするぐらいシンプルです。こちらです。 では、スピーキングレベル別で見てみましょう。まず、レベル1ですね。レベル1は、言いたいことの7割を正確ではなくても、単語で伝えることができる。レベル2は、言いたいことの7割を正確ではなくて、正確でなくても、1、2分程度で伝えることができる。レベル3は、言いたいことの7割を正確ではなくても、3から5分程度で伝えることができる。レベル4は、 言いたいことの7割をな正確ではなくても6から10分程度で伝えることができるそしてレベル5言いたいことの7割を正確ではなくても10分以上で伝えることができるえちょっとそれだけなんかもっとこうすごい表出てくるんじゃなかったの,てのって思う人もいると思うんですけども、まあ、すっごい表にしても結局セファールとかキャンドゥリストみたいに扱えないものになると意味がないんですよね。 だから基本的な指標はこれだけシンプルじゃないといけません。で、えー、まあこれで終わりではなく、実はもう一つ表があります。それを説明すると今後の勉強の仕方がガラッと変わります。それまた次の動画でシェアしたいと思います。で、自分の今のレベルを確認するにはどうすればいいか。まあ、なんとなくこれ見て、ああ、自分はこれぐらいかなと思うと思うんですけど、もうちょっとちゃんと確認してもらいたいんですが、日曜会話の簡単なトピックの質問10個にどれぐらい答えられるか確認してみてください。 例えば、Question 1. Do you like traveling? Do この質問に Yes って一言でしか答えられないのか、1、2分しか思いつかないのか、3から5分で答えられるのか、6から10分程度で答えられるのか、10分以上で答えられるのか、それを一回確認してみてください。もし1、2分しか思いつかないのであれば、あなたがやることは3から5分で答えられるようになるための勉強です。 それからまあ僕の方式だと最初からもう15分答えられるように勉強してもらいます。で僕の方式は次回の動画で説明しますので、まあ、一旦他の9問にどれくらい答えられるか、自分でちょっと確認してみてください。2> Question 2.What do you do in your free time?Question 3.What kind of food do you like?Question 4.How do you spend your day?Question 5.Where do you live and what's it like there?Question 6.Do you watch movies or dramas?Question 7.Do you read books? q u クエス i ョン8、Why do you study English? q u クエスチョ n 9、Do you drink? Question 10、Do you cook?Okay? で、多くの方はこういった質問に簡単に答えることができると思うんですけどもで、もちろんそれでもいいんですよ。でも、それでは満足できないから皆さん悩んでるんですよね。で、結局簡単に答えるだけじゃ嫌なんですよ、皆さん。それが僕が最初に言った自己を向上させたいという欲求です。で、そのやり方は今、 これらの質問に一言でしか答えられないのであれば一つ上の説明量で答えられるように勉強することですでもその勉強決して英文法を学ぶことでも英単語を覚えることでも英語表現を学ぶことでもありませんだってそれを今までやってきたわけですよねでも今この質問を聞かれて ある程度の説明量で答えられないなら今までのやり方でやっても無理ということなんで大幅に方法を変えないといけませんでその方法を明日の動画で説明しますでは今日のおさらいしておきましょう、えー、僕らがあの人すごい英語喋ってるって思うのはその人がたくさん話しているたくさん説明している時です実際コミュニケーションの観点から考えても会話量説明量が多い方がコミュニケーションのレベルが高いです なので、英語のレベル、特にスピーキングのレベルを上げたいなら、会話量、説明量を意識することが大事なんですね。そして、次の動画では、新しく英文法、英単語、英語表現を学ばなくても、これらのさっきの質問に十分以上で話せるようになる方法を具体的に指導します。その方法をきちんと学びたい方は、明日の動画をご覧くださいで。見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。OK?OK、okay? okay.。では、そんな感じで、また明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye.